今から親に見捨てられた金華鳥のヒナです。もう生まれて1日目か2日目で外に放り出されてました。自分じゃ斜めになってますからね、わらずですけど登れっこないですから、親が捨てたにもう決まってます。これよりちょっと10日ぐらい前に1羽ですね、やっぱり下に落ちとったんですよ。でそれ私が気づくのが遅くて、その子は助からなかった。でこの子は念のためと思って下にティッシュを重ねて置いとったんですね。まあそこにこう落ちて、あ、それも糞切り網の下ですから、まあ、ダメかなと思ったけど慎重に取り出してですね、私がここへ連れてきて3日目になりますね。これですよ、大きさが。まあ、小指の先しかないですね。うちでやっぱり生まれて2、3日後に豆ルリハがね、一回こんな状態で私が育てたことがありますけど、でこれ3日前に比べたら、ほら自分でこうかぶりついて吸おうとしてますもんね。いくらかやっぱり元気が出てきました。30分間ぐらい私が手のひらでね、温めて夫婦を息を引っ掛けて、そしたら口を開けるようになったからね、ご飯だけ少しずつ、もうそりゃ時間がかかりますよ。こう、これも触るのも怖いぐらいですからね。ここは口です。まだ目は開いてません。今開けようとしてますね、口をね、必死に生きようとしてるんですね。こんな風ですよ。これも、もう3日前と比べたらだいぶ良くなりましたよ。自分でこう吸い込もうとして、時々こうやって上向いてですね、飲み込むんですね。まあ、ここにその方がありましてね、まあ、その方だかなんだかよくわからない、ぐちゃぐちゃ一緒です。で少しずつこれをですね、そのうちこの園が黄色くなってきます。餌が溜まってですね、ここのところですね、時々こうやって自分でひっくり返りながらね、飲み込んでますよ。もうどこが口やら目やかわからないぐらい小さいですからね。お、開けたね。はい、もう足はね、無事ですよ。落ちてもやっぱりね、赤ちゃんだから体が柔らかいからね、骨折なんかしないんですね。結構2センチぐらいの高さあると思ったんですけどね。はい、大丈夫か。はい、開けました。はい、ここです。わずかですけど、ほら飲み込んでます。まあ、もう むせないように注意もせないかんですからね。やっぱこういう小さいのは大変ですね。糞をね、毎日してますよ。さっきも私が掴んだ時糞しましたけどね、まあ、大丈夫だと思いますね。糞してるうちはね、うまく育ったら、まあ、あと1週間ぐらいが楽しみですね。手間がかかりますけどね、時間かかりますけど、もう少しこう食ってもらわないとね。開けました。今必死に吸い込んでます。少し溜まってきましたね。大丈夫かね。ここのところ目があるんですけどね。あ、今開けましたね。またこの、お、少しほら自分でね、自力で吸い込んでます。少しほら溜まりましたよ、黄色い餌が。どうも金華鳥ですね、
親が育てないのがおるらしいんですよね。結構多いらしいですから。うちのもそういう種類になるんでしょうかね。で、十四松の販売用のね、つがいがいますから、それに抱かせようかと思ってたんですよ。ならもう生まれてました。どうだ、もういいかね、もう良さそうだね。もういいみたいね。これもう首をクッククック上げますからね。もうそのたびに落ちそうになるから怖いですよ。ここが、どこが 目なんだけど、まだ開いてないですね。あ、開けてますね、今。まだ食べる気なんでしょうかね。はい。おお、吸い込んでます。もう一息つかせんと無理でしょうね。そういつまでも吸い込む中のね。今どんだけ溜まったかというと、はい、こんだけ溜まりました。ここです。しばらくこうして落とし込んでやるのを待ってます。落ちるのをね。